どうも、おやすみで念願です。はい、今日はですね、もうかねてからずっとコラボしたかった水溜りボンドさんとのコラボです。お願いします。はい、ということでこれ花尾伝言チャンネルなんですけど、はい、もうね、はい、水溜りチャンネルっぽいもんね。それじゃない、まあ、割合で言うとね、はい、こっちが 66%、 僕 33% で負けそうなんですけど、これ実は花尾伝言チャンネルです、はい、じゃあ花尾伝言チャンネルなのになぜ花尾がいないのかって話なんですよ。これは本当にもう水溜りさんと僕らってほぼ同期じゃないですか。同期みたいなもんだと思うんですよ。花尾と水溜りの2人、うんうん、はいはい、ユーフェスとかの楽屋で、はいはい、結構合ってるイメージは、うん、結構合ってるイメージありますけど、なんかね、なんでか僕らとね、ここ2組ってよそよそしいんですよ。あー、まあ、そう、地域がちょっと違うんですね。でも地域違っても、うん、なんか もうちょっとなんかね、ほぼ同級生みたいなもんだから、うん、確かに仲良くなっててもおかしくない、おかしくないのに、この2組コラボ今までしてないんだろうなってずっと思って花尾についてきたんですよ、僕は。なんでって思いながら、なんでって思いながら、しかも3年前とかユーフェス一緒に出た時とかに、はいはい、カンタと喋ってるの見たんですよ。花尾、結構仲良くなったよ。あ、そうです、あ、そうそう、カンタと喋ってるの見たんですけど、トミーさんと喋ってるの僕見たことないんですよ。あー、確かに。いや、本当に。で、まあ、なんか僕的にはこの4人の中で一番合わなさそうな2人だと勝手に。あー、合わないとかないですけどね。先輩ですからね。いや、ということで花尾と、まあ、まあ、水溜りの2人、特にトミー、はいはい、この2人を絡ませたらどうなるか僕ずっと見てみたくて、で、今日は花尾はこの企画、水溜りボンドとのコラボということすら知りません。あー、怖い。ガチ仲良くなる方を目指す。でもガチ仲良くを目指したいですね。うわ、怖いなー。 70% ぐらいの仲良くなるのは多分トミー誰とでも一瞬できるけど、そんな好きじゃなくてもできるでしょ。いや、好きじゃなくていい方あるんだけどね。盛り上げることは多分できる。まあそれはもう同期でいいと思うんですよ、僕は。正直。まあ今日この企画撮るとしたらそういうことですね。そういうことも、でそれを僕とカンタは別で見てる。今日はそういう企画です。楽しいわ俺。こんにちは。花尾選手、こんにちは。こんにちは。どうも。はい。なんか新しい MMS です。はいはい。で、ここダンスありますよ。わ。何これ。エレベーターこれ。何これ。怖っ。エレベーターの家の中に。金持ちやん。これ誰の家これ。誰の家これ。ヒカキンさん。これ家かどうかもわからんで。大学これ。さあ、俺はでもほんまにお前に友達を増やしてほしい。どういうことマジで。俺はそれだけの思いやわ今日は。めっちゃ怖い。なんか匂い変わった。なんか視聴覚室みたいな。待ってください。友達を作るのが嫌なお前が後ろを解放するみたいな。解放する。はい。必要ないだけで。何。友達いるって。いいっすやん。それでは花尾君、はい、メカアイマスクを外してください。上がびっくりしたー。いや、びっくりしたって何。びっくりしたあ、どうも、はじめましてじゃない。はじめましてじゃないですよ、ね、全然はじめましてじゃないわ。うわー、違います。なるほど。はい。いや、でも実はでも地味にね、5日ぶりぐらいやもんね。そうなんですよね。そうなんですよ。大阪駅でたまたま会ったんですよね。そう。大阪駅で、あ、なんかマネージャーさんがなんか僕らに気づいていただいて、で、なんか花尾はそこにいますよって言われて、あ、ちょっと挨拶しますって言ったら、ちょうど立ち会ってたんですよね。そう。同じ新幹線で帰ったんですよね。まあ、全然だからもう、結構もう、最近会った友達みたいな。いや、本当ですか。本当に思ったんですか、そうやって。だか確かに、この企画を伝言さん持ってくる理由は何だか分かります、なんか。あー、確かに。まあ、相入れないとは言わないですけど、うん、ちょっとなんかそんな、確かに俺も、はい、そんなに喋るイメージというか、あ、そうっすね、俺が絡んでるイメージは確かにそんなにないもんね。ないっすよね、うん、そんくらいっすよね。いや、あれなんですよね、僕の中で先輩なんですよね、もう多分。でも俺的には、はい、同期と思ってんだけど、一応。いや、だからそこでちょっと距離感変な感じになっちゃってますよね、多分。うん、確かに。だって1個上なんですよ、多分、年齢は。年齢はそうね、俺が多分、俺29で、ね、僕28なんで。あ、28。なんで1個上なんで、うん、で、チャンネルも2014。そう、始めた時期も、多分、ほぼ一緒なんですけど、水溜りボンド、そうやね、2015年1月、ね。そうなんですね。なんで、ちょっと早い。早いです。そうなん。なんて言うんだろう。なんか結構、
なんかあのウームの忘年会とかを結構仕切ってるイメージがあるよ、ね、俺は。だから僕的には2個そこ先に行かれてるともう先輩だなと思って。そこは一緒にしてよ。やってたんで。そこは一緒にしてよ。そのちょっとやっぱ距離が。うん、距離がね。まあ距離とかじゃないですかね、先輩ってなったら。よろしくお願いします。うわ怖いっすね。これちょっと怖いな。僕知ってたんですよ。これ今日、まあ、さっき3人でオープニングも撮ってるんで、うんうん、でももうでぶっちゃけ言ったらあれですかよね、もう系統で分かるでしょ、絶対カンタとの方が喋りやすいと思う。そう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 、コンビの成り立ち的には、うんあるね、結構似てるよ。そういうのあるですよね、なんか絶対カンタとの方が話すそのトピックが被りやすいなっていう、うん、そうそうそう。あの鼻を今焦ってますね、これ確実に確実に焦ってる。だって僕と話が合うっていう話が盛り上がるんですよ。どう接すればいいか分かんないっていうよりは、なんて言うんだろうな、普通に話せるけど別にそんななんかグイグイ行く必要もないのかなっていう。そう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 、いや本当にそんなだから一回喧嘩したとかないですもんね、うん、本当に。逆にいいのも喧嘩一回今してみるっていうのはあるけど、ね、どう喧嘩するんですか。何にも思ってることないですよ僕。あ、だってじゃあ喧嘩するとしたら、はい、まあ、言うたらウームの NHK みたいな感じ、よくなんか綺麗な二人組って言われるじゃん、はいはいはい、にしてもちょっと怖くないみたいな。で僕でも全然 NHK じゃないですからね。そう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 だよ、俺はさ全然違うですからね。まあ、言うたらトミーが一番まあいや組長っていうイメージなの。いやもう反社じゃないですか。反社の表現じゃないですか組長。いやなんだろうな、トミーはやっぱりそのカンタといるのが楽しい、はいはい、けど、はい、YouTube でしょうもないことやってるのは別に楽しくないみたいな。あーはい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 。そうかもしれないですね。別に YouTube めちゃくちゃ、うん、なんか YouTuber にすごい憧れて YouTuber になったわけじゃないんで、うん、カンタといるの楽しくてなんかやるの楽しいから、うん、それを続けるってどうすればいいんだろうみたいな、うん、遊びじゃないじゃないですか、うん、もう友達同士だからってずっと一緒にいれるわけないんで、うん、でそれが YouTube だったっていう、ね、尖ってるイメージあります。それであやっぱあるあります。でも丸くなられたなと思いますけど、ね、あーやっぱそうなんかな、なんか尖ってたイメージだって。そうなんかな。でもこれって人はなんか防御の時にするって言いますよね。あ、これ組は鼻をやってるしてますよ。うん、めっちゃうちうちの話すると、ウームのバディのチームみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、同じだったんですよね、一瞬、多分。忘れたっけ。多分、そうなんや、同じタイミングがあって、だから、うん、全然コラボする可能性あったタイミングがあったんですけど、うん、尖ってるイメージありました。なんか尖ってるっていうか、なんやろうな、多分俺では、ごめん、あのトミーの印象と違うかもしれんけど、俺は多分、結構善人やと思うねん。善人ってなんやろな、クリエイター濃すぎるイメージがあったんですかね、僕の中に。なんか裏表が逆にないかもしれない、はい、そのなんていうかな、戦略というかさ、はいはい、こう思わせてやろうみたいな、だそういうのはなくて、なんかあここでちょっとマスオさんとかいじりたいあっていうのがそのままストレートが出ちゃうみたいな。なんかやっぱこう全体を達観視してる雰囲気みたいなのがやっぱ楽屋とかでもあったんで、なんかあ、達観っていうのはその車に構えてるみたいな、なんかそのあんまはしゃがないですから、なんかそのなんか楽屋とかでもあんまはしゃいでないから、それはいやそれは多分シンプルに陰キャなだけ。シンプルにビビってます。あなた方にビビってます。いやいやいや、なんかあーその動きねみたいな、なんかさあえそこそこそこね、あそれはもう完全にもう誤解よ。はい、意味ない時間、はい編集俺。あそれはもうかどっちかというと俺トミーの方があったかも。2,3 年前のトミーって本当にすごく有名人感があったよ。あ、本当そうだったと思います。だからまあもともと東京で絡みがある友達とかは多分トミーと話せるんだけど、大阪から出てきた俺たちは喋りかけづらいっていうのは絶対鼻の中にあると思う。やっぱなんて言うんだろう、雰囲気がやっぱ髪型なのか分かんないけど、そうそうそう、なんかそれがあったんで、誤解あったんで、なんか違う違う違う、だけどそもそも登録者が倍ぐらいいるんやから。いやそれカンタがねあれですからね、倍ぐらいいるんだからもう。いや逆にだからそれもちょっとあって、はい、なんていうのかな、やっぱりそのコラボするときって、うん、お互いのやっぱメリットが絶対に必要や。そうなったときに俺と、まあ、水溜りボンドって多分やり始めたのが一緒で、初めてちょっとのババ抜きも一緒にいたよね、実は。
脇尾とかみたいな。そう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 、あの時のね、なんかあの時輝いてた人たちがあの時って誰が来るんだ。そうそうそう、なんかあの人脈の作り合いというかね。あー、ありましたね。うわそうで、俺は全然コミュ力とかなくて、本当になんかカメラの前では喋れるけど、うんうん、ほんまに人前ではシュンってこうなっちゃうタイプで、初め社長のババ抜きも、うん、大きな一歩というか、あ、はいはいはい、俺にしては珍しい行動力というか、外界に出ていったと。うん、そう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 、はいはい、俺からしたらもうなんか状況みたいな、あれ状況みたいな感じで、うん、もうイメージで、そのタイミングが初めてですよね。うん、そうです。で、はい、すぐそこからすぐもう水溜りボンドが、はい、多分そこのもう数ヶ月でなんかピョーイッと抜けていったっていうイメージ。まあ、そうやって見てくれてたんだ。あ、見てる見てる。やっぱその自分と同時期に始めた、あの特にその頃俺まだただの友達だったんだけど。2015年、6年あたりでバーって伸びていった人たちはまあ羨ましがって見てるよね。あ、やっぱりそれは抜けていったーって感じでね。三塁ベースみたいな。三塁ベース回ったなみたいなことあって、ね、急に行って。いや、まあ確かにそう。で、俺からしたら、うん、なんやろうな、その一応同期っていう認識はあったけど、はい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 、もう先にピューっと行っても、あれよとピッチャーズとかその当時のトップの人にキュンって入っていったっていう。あ、流れ星のこととか、うん、そのフィッシャーズとか、うん、まあ確かにあの辺でコラボしてたんですよ、ね。うん、やっぱお互いなんかないと絡めないなっていうのがあって、はい、で軽く喋ったりあるかもしれんけど、やっぱ深く関わることは、はい、やっぱできないんだっていう、やっぱ自分からそこで壁を作るというか、はい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 、俺は結構そういうところがあって、うんうんうん、なんかそれはでもちょっとプライドとかそういうのはあるんやと思うけど、確かに、まあ、だから大切ですけどね、うん、そういうプライドもね、多分、うん、あんま良くないと思うけど、やっぱその下手に出るとかは多分できにくいんやと思う。例えばさ、自分年上の人で自分が下やったらなんかそう下目に出るのも分かるやん、はいはい、でも同期でだからこそ、まあ、まあ確かに同期ってなっちゃうと、そうですね、同期だからこそ先に行っちゃった 水溜りボンドに対して、もう俺なんかが行ってもみたいな。いやいや、なかったっすけどね、そんなの。でも私そういう感覚だったんです、うん、いや、でもトミーの敬語外させたいな、うん、ちょっと本当に行きますか、早く感やんか。トミーさん、敬語そろそろ外しましょう。敬語外すのちょっと結構、今結構喋ってましたよ僕敬語で。あ、電眼にはまだ敬語やない。や、まあ、ちょっとそう、混ぜてますよね。電眼さんにはちょっと敬語とタメ口混ぜてたんですけど、ここにもう敬語禁止ですか。一回ちょっと敬語禁止やってみましょうか。ちょっと敬語禁止ね。敬語禁止でやろう。したら、あ、タメ口喋ってたもんね今。うん、そう。いや、そう、うん、周辺ね、タメ口結構苦手なんよね。すごい苦手なんよ。トミーはでもほんまに、ね、上位関係に厳しいっていうイメージはある。なんかそのちゃんとしちゃうよね、うん、なんかもう始めたのも先で年齢も上ってなったらもう絶対、うん、絶対敬語でしか喋れなくなっちゃう。いや、めっちゃわかるよそれ。でもめっちゃわかるけど、はい、なんだろうな、はい、ね、今違いました、もう違います。まあ、俺からしたらトミーは、はい、俺は上に見えてたから、はい、上っていうか、まあ、その年齢は下やけど、はい、その、はい、もう違いました、ごめんなさい。精神年齢は絶対上やと思ってるから。いや、そんなことないよ。敬語を使いたくなっちゃう。あー、オーラ出てるもん。いや、ほんと。いや、俺はもうめちゃくちゃ敬語以外選択肢がなかった。さっきもう会ってもそうだし、だって大阪とかの駅で会っても全然もうフスって感じじゃん、俺。そうなんだよね、トミー、あっすって感じ。なんでそうなっちゃうんやろな。なんかお笑いが好きだから憧れてお笑いサークルみたいな、だから、なんかその上下関係ってある。なるほど、そう、これが距離を作ってる気もする。そう。俺はそういう意味では結構、うん、一回喋ったらフランクになる。そうそう、分かる分かる。俺はなんかもう相槌とかもフランクな人の相槌とか、俺がなんか、はい、今俺の方がトミーのこと見てるもん。一つ言いたい。もう僕は今もうだってもう防戦一方ですから、ですからねとかも違うし。でも結構それは俺の強みかと思ってて。ああ、もう踏み込んだらいける。要はそのカメラ回ってるってことは、うん、同じお互いの目的ってその瞬間に楽しくするっていうビジョンになるやん、うん、だから少しの粗相は動画を盛り上げるためのスパイスだから OK。 もう暗黙の了解で OK だよねっていう。 OK なんだけど、あ、 OK なんだよな、うん、OK、 OK ですね。OK ですよね。はい、だから結構あとね、あと俺がグイグイ行きやすい人の特徴として、うんうん、何かマイナスがある人なの。いや、マイナスは、マイナスどうか。要はすごいマイナスがあります今。だから、すごいマイナス。トミーに絡みやすくなったけど今すごいマイナス。
綺麗な人って、うん、木の後ろから長すぎて、うん、はぁーってなっちゃうわけ。あー確かに確かに、リスペクトが入っちゃうっていう。そう、俺ってどっちかで言うと結構いじりたいタイプやから、なんかやっぱ例えば上下関係があったとしても小生意気にいける、小生意気なのよ、うん、確かに確かに、後輩なのよ、うんうん、ヒカルさんってまあマイナスのところもいっぱいあるやん、まあ、昔のね、うん、そういうのもあったから、尖ってる発言とか、うん、そういう悪い価値観もちゃんと持ち合わせてるというか、まあ悪いというか一般性に欠けるごめんねごめん、そういうとこもあんま言葉は選べないタイプ、うん、共感度の高いくない意見も全然今言うからね、うん、そうそう、さすがさすが、いやさすがでございます、でそこそういうとこがあると、うん、ヒカルさんそういうとこありますもんねみたいな、あはいはいはい、なんかいやよく見る、だからあの動画めっちゃすごいな、あの緊急で動画回してる、あれを直でいじってる人見たことないから、いや動画で勝手に真似してる人いっぱいいるけど直でいじってる人いると思うあれはああいうのは多分何も考えてないのね、ああれもだからこそ大きいバランスが起きたからいじりやすいし、しゃべりやすくなったっていうああでもあれだよね、だからそれこそそのさっきなんか登録者とかが、うん、海さんがパンツ先に行ったからちょっと引け目があったっていうのと、うん、じゃあその俺の大怪我がちょっと相殺されて一番いいラインにいるんだいやトミーが近くまで置いてきてくる転げ落ちたからね、転げ落ちて抜き去ってる気がするけどみたいな感じで、あ確かに確かにモンスターボール投げやすくなった禁止の状態で、まあもうじゃあ僕は今親近感のある状態、そうそう、あトミーも人間だったんだ、いや人間でしょいやまあ確かにそっか、やっぱ綺麗すぎたがゆえに、うん、やっぱ近づけないっていうのがあったかも、あとなんか、うん、YouTube の NHK みたいな、うん、風な見られ方がある中で、うん、絶対に違うってみんなが分かってるし、で僕も違うよって言ってるけどでももうそのパッケージで見られるから、うん、確かに、でだからちょっとマイナス面をいじりづらかったり触れづらかったと思うよね、多分、うん、俺自体がだって、うん、確かにコンビとしてはこういう見せ方してるわけだから、うん、もう絶対こいつ見た目とか喋り方的に違うけど、まあそういう感じでもいじれないなって多分、うん、なってたから、まあ今はすごい人感はすごいかもしれない、確かに確かに、トミートミークズじゃんみたいな、うん、言っちゃダメそうで真っ向から確かに言えないね、そうそうそう、 MC とかやるし、なんかその、うんうんうん、確かに、でもそれってトミー的にそれってどう思うの、それいや、まあこれ言い方ちょっと気をつけなきゃいけないけど、うん、リスペクトしてる人としか絡まないから絶対、ああなるほど、俺は今日とかも全然 OK 出してる、ありがとうございます、いやいやいや、でだからそもそもそれがダメな人と関わりを持ってないから別に全然言われるのは OK だし、なんか絶対みんなプラスに変えようとしてくれてるっていうのは分かってるから、うん、なんかそれはでもな、これなんかいやいじられるの OK ですっていうのも寒いな確かに、じゃあ飲みます、あ、じゃあなんか、なんか飲むか、これ開けちゃったわえ、大丈夫、トミー、お酒とか大丈夫、いや、お酒大丈夫よ、お酒、まあ、大丈夫にしてかんとね、まあ、とりあえず、お疲れ様です、乾杯、あ、もう下行ってさ、いや確かに下を、いやこれは下目に出したらもう低空飛行、いやこれは下に行かないとと思う、まあ、そういうとこ、いただきます、大丈夫です確かにそういうイメージもあるかも、うん、あのくじ引きがあったんで、ね、うん、引いてみます、トークテーマをね、はい、あ、初めて会った時のお互いの印象、あ、うん、どこから記憶ある、どこだ、俺の第一印象で言うと、それこそご飯屋さんの前で一緒に会った時に、すれ違って、そう、の時にヒカルさんとご飯行くみたいな、うん、今から、うん、でその時にでも帰りだったけど、あ、だからやっぱ上のその年齢自分より先輩たちの飲み会に行ってる人なんだね。あ、だから多分それは俺がのウームの上の人たちと行くのは気が引けるから、うん、もう地に言うと地に落ちたって言ったら気が慣れやけど、あの、まあ、ダークサイド、うん、まあまあちょっとダークヒーロー寄りのね、うん、うん、確かに上の方で固まってるんだなみたいな印象を勝手に、あ、もう全然全然全然、だからそれが1回目の第一印象、先輩がタクシーから降りてきた瞬間出会っちゃってますみたいな、いやもうお前たちと絡みたかったんだよ本当はいやでもそれ覚えてるなで、ちょっとジェンガやりますか、そしたらジェンガ、いや俺こういう企画、うん、マジでできひんねんな、いやだからこういう企画できひん理由は、うん、会話がないっていう、あ、そうね、だからすごいのよね、俺って会話が、うん、種があって初めて、うんうん、建前があって初めて喋れる人なの、うんうん、こういうテーマでやってくださいとか、はいはいはい、これについて喋ってください、ジェンガってうわやばいやばいやばいとかそういうそ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 れと不安それが不安いけそうかなみたいな時間がそう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 だって俺もうちょっと俺も怖くて
一番要になりそうなところをもうすぐ1個目で取ってるからあんまり続かないようにしようとしてる自分もいるわ。ダメで、そうだね、そう無意識に、無意識にそういうのは違うからね。大阪だと誰、普段どの YouTuber と仲いいの？なんていうか、その友達の定義っていうのが難しくて、例えばクイズノックでも喋、うん、りは喋るんです、喋るけど、うん、ご飯行こうとかってなるとやっぱ気使うっていうかさ、あ忙しいだろうしなとか、あまあ確かにね、お互いねなんか思っちゃうやん。うん、確かに分かった、思い出した、思い出したっていうか分かったけど、うんうん、YouTuber っぽい YouTuber とは深く仲良くなれない、うん、あー確かに。文系さんもめちゃくちゃクリエイターだもんね。でもはやもうクリエイターになるわけだもんね、完全に。そういう意味でなんかあれが YouTuber っていう一昔前の YouTuber のイメージで言うと、うん、髪色が明るくて、はいはいはい、もうなんか頭が悪そうでとかなんか話通じなさそうみたいな、はいはいはい、なんかあるやん、ぶっ飛んでる感じの、うん、ああいう人とはでもその場で喋っても定期的に絡みは絶対しいひなっていうのって、プライベートで合わないなみたいな、うんうん、それ言うと俺も結構気にしちゃうから、楽しかったなって思ってほしいってやっぱ YouTuber と飯食うと思っちゃうから、なんか逆に言うとなんかもうその辺の店行った時に隣の人と仲良くなった時の方がまあ確かに楽しくやってるかもしれない。もう動画上は仲良くなれたんで一旦エンディングにします。でここで素晴らしいです。一旦エンディングにしてじゃあ行きましょう。じゃあ俺も行く、はい、行きましょう、はい、行きましょう。考えるのに、あーごめん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 まだ話したかった。まあ俺めっちゃ仲いいの今、めっちゃ仲いい、めっちゃ仲いい、カズさんお仲いいのか。今だけは水溜り花王なのよ。いやいや、今はないけど、あの対談これ、いや対談、めっちゃ今いい話してたよ。いや話は一回目途切れずに、途切れずにそうポイントはちゃんと着実に溜まっていったよ、ね、俺今ほんま人生相談したかったから。いや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 人生相談ね。いやいやでも敬語じゃないのきつかったわ。本当に。でも途中からそう、えこっちが俺の方が押してたよ。こっちが押してたから途中から。押してた押してた押してた意外と行くの、意外と行くなって。やれんのよカンカン。俺なめてないよ。カメラ回ったら喋れるんだよ。さん意外と喋るな。意外と喋る。いやこれは2人はでも仲良くなれたんですか。これはもうお二方しか分かんないですから。ちなみにそれで言うと、うん、俺あと2時間ぐらいは喋る予定。喋れはする。俺だから今めっちゃ好きよ。いやーほんと好きよって好きやったな。いいでも俺は今はもうこういうタイプの、うん、そのなんかね悪いところじゃないけど特殊なところは、うん、ここでめっちゃわーって話して余裕で次会った時に他人になれちゃう。ああそう、俺はでもね最もタイプなのかもしれない。で一回ごとお二人に、ね、最後お聞きするんですけど、はい、お二人で例えば、うん、僕らなしで二人でご飯行きたくなりましたか？おお全然行きたい。俺行きたい。俺は行きたい。あ行きたい。おお行きたい。おこれはすごい。これはすごい。僕はだって結構行けちゃうから。はい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 。まあなんかご飯、はいはいはい、行ける。から行きたいのはすごい、うん、実を言うと、うん、実を言うとトミーと仲良くなりたかった、うん、おーおーいいこと言った。いいフレーズ出た。よかった。いや仲良くなりたかったよ。それで言ったらなりたかったよ。なりたかった。でも怖いんだもん。怖いよ。だって怖いでしょ。絶対怖い。めっちゃ尖ってると思ってたから俺は中で言うでしょ。一番尖ってると思う。エリハレで、エリハレでここで立つ。そんなにチェックされるんじゃないか。なら可愛いでしょ。はい、じゃあということでね、次の企画、お二人でご飯、これを言ってぜひやってください。